理の期待に、はい、から企画されてらっしゃると思うんですけども、はい、どうやって自分の価値をブランディングしてきたんですかね。まあ、目の前のお客様をきれいにするっていう主軸は今も昔も変わらなくって、まずいろんなコンテストに出てお勉強をして、全然落っこちて続け、で私のが執着したのはビデル・サスンのロンドンのアーティストの方たちが日本に審査員して、それにまあ1000人ぐらいの人たちが出てね、あ、私たちの時代はコンテスターっていうんですか、そういうまあ時代に没頭したのが私も20代から30代の前半なわけですね。テレビチャンピオンとか昔あって、まあ、そういったのもたまたまそのコンテストでいい成績が取れたからまあオファーがあって、やりたい人かかってらっしゃい。